は半年前に訪問した定食屋さんに向かっております。前回いただいたエビフライが美味しかったため、今日は鉄板焼き狙いです。お山のイオンを通り越したら、あともう少しです。本日の訪問はメシアさんです。定休日に変更があったみたいですね。土曜日から水曜日に変わっております。では参りましょう。店内は相変わらず綺麗な感じです。オープン直後なのでお客さんはおりませんが、後から続々と、以前に増してお客さんが多かったですね。前回同様、メニューは変わっておりませんね。品数も34品、ちょっと悩む量ですね。とりあえずいろいろ食べたいものはありますが、今日は鉄板焼きと決めてきたので、この辺りの丼物は次回としましょう。前回はこれ、大きなエビフライをいただきました。メシアさんは夜営業がないので、行かれる場合は注意が必要ですね。こちらがお目当ての鉄板焼きメニュー、その中でもテゴネジャンボハンバーグをいただくとしましょう。よく見るとテゴネとそうでないものがありそうですね。どのように違うのかは比べてみてください。鉄板焼きはソースが選べるようですが、デミグラスだとあまりに普通すぎるので、みぞれオニオンソースで。さあ料理の到着です。ハンバーグがでかくて付け合わせが一緒の鉄板に乗らないのでしょう。別の鉄板に乗って出てきました。ちょっと分かりにくいですが、それなりの厚みと大きさがありますね。ご飯は大盛りが無料だったため、もちろん大盛りで注文してあります。ではいただいてまいりましょう。まずはハンバーグから、チーズが良い感じに溶けてます。端の通りが柔らかい、かなり柔らかめにこねてあるのでしょうか。まあ端の使い方にも問題あるのでしょうけど、ちょっと柔らかく、つかみにくさがありますね。これは美味しいですね。オニオンソースがちょうど良い感じ、味が濃くないのであっさり食べられます。決して安いとは言い難いですが、この量と味なら十分満足できると思います。付け合わせの野菜の彩りが素晴らしいですね。なんとも美しい。目玉焼きが半熟なので、ご飯の上に乗せたい、でも乗らない、卵にはいつも苦戦させられます。結局崩れてしまいました。まあ仕方ない。まあなんとか乗ったのでよしとしましょうか。本来ならこの上に醤油なんでしょうけど、まあこれはこれで美味しいですね。ちょっとした卵かけご飯、最高です。どんどん食べ進めてまいりましょう。ハンバーグの量は 300g くらいはあるでしょうか。非常に食べ応えがありますね。付け合わせの野菜も非常に美味しいです。休みの日のランチはほぼ外食に出歩いておりますが、どのお店も非常に美味しく、ありがたい限りです。ああそうだ、もう少ししたら健康診断の時期、そろそろ調整していかないと。肥満で引っかかってしまいますからね。
さて、ハンバーグは食べ終わりました。あとはコーンをいただいて終了です。フォークがあれば良かったですね。コーンを箸でいただくのはちょっと地味ですね。まだ昼前なのに、私が帰る頃にはほぼ満席状態とは。土曜日営業もそういった声が多かったからかもしれませんね。完食です。ごちそうさまでした。大変美味しくいただきました。チャンネル登録お願いします。